じゃあトンさんいいですか。はい。じゃ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 。おお。これをですね。これ開けないと。はい。ぜひともですね。これ4冊入ってます。おお。で開けていただいて、うん、見ていただければ。おお。おお。新約すごいな、なかなかやりますね。うん。一応ですね、この下ちょっとこうスペース空けてるので、一応メモ代わりに使う人いるかどうか分かりませんけど、うん、結構加藤さん役の本を結構なんか書いてる人とかメモしてる方いらっしゃったんで、ああ、はい、ちょっとそういうスペースあった方がいいかなっていうので、で気がついて。値段書いてないの？値段の一応裏表紙に、裏表紙、あ、ここか、裏に、はい、書いてあります。安いね。あ、ありがとうございます。あ、もうぜひとも、やっぱり今だからこそ、あ、マジックは読んだ方がいいと思うんです。なぜって言ったら、相当皆さんいろんな知恵と知識があるから、読んでわかるようになって、昔読んだんで多分わかんない。ちなみにこの初版版が、うん、ラウトレッジの初版版というのが、うん、これはちょっと僕がですね使いたかったっていうのがあるんですけれども、この初版版っていうのが、トンさんがお持ちの分で、うん、でこれが高木さんからなんですよね。いや、尾形さんから高木さんに、尾形さんが高木さんに言ってるんですよね、うんうん、おお、これですね、尾形友三郎で、これはおそらくマルホランドさんからいただいた。そうです、尾形さんが1933年にマルホランドさんのところに行かれて、いろいろ簡単空いてらした中でマルホランドさんからいただいてきた本です。それが今ここにあってっていうのだから、尾形さんから高木さんに行って、高木さんから僕に来たと。すごいですよね。これもう昔やっぱり今読み始めてんじゃないかなと思うんだ。ルールブックみたいなものを、もう逆に言うとマジック出尽くしちゃったから、もう何をやってもキリがないんだよね。カードマジックいくらこう行ってもやっぱ天井までは行かないんだよね。カードワークで、じゃあ何するのって言ったら、結局は自己満足にしか過ぎないところがいっぱいあって。人と、それなぜって言ったら、ベースにアメリカ、ヨーロッパと違って、ベースに理論がなかったから、はいはい、手先だけ来ちゃってるってことだから、今ちょうど、もう一つの転換点に来てるんじゃないかなと。で、日本はやっぱり西洋マジックは、やっぱり全部種とテクニックだけでみんな育っちゃったし、俺らもそうだから。今、そうやって、見るといい本がゴロゴロあって、読むとよくわかるかな。ただ一個だけ言うと、本当は英語の本は英語で読んでほしいなって。いや、もちろんです、もちろんです、うん、それはもちろんです。だから逆にこいつで読んどいて、もう一回本物を読んでみよう。そうしないと日本語という限られた表現の文字の中で英語というボキャブラリーをこう書くの難しいよね。そうですね。で、まあ、これはもうトンさんにもちょっとご相談させていただいた通り、やはりその日本語はどうしてもちょっと、うん、まあ言い訳ですけれども難しいところがあるので。だから明治時代みたいに漢文で書いてしまえばもうちょっと楽なんだ。それを現代用語で書こうとすると、やっぱり横文字、カタカナ語が入ってきちゃうね。ただ、とてもいいことだと思うの。まあ、ただ今回ですね、僕訳して思ったのが、その、どっか行こうって悩んでいる人たち、うん、一回でも悩んだ人であったら、うん、多分すごく刺さる内容だと思うんですよ。うん、そうそう、自分でそこ答えが出てくるから、ね。はい。だから、これだったんだ。だからこれがなぜ日本で全然なかったのかっていうのが、はい、ぜひともですね、トノさん、また感想をですね、聞かせていただければ。わかりました。ありがとうございます。いや、とんでもないです。こちらこそ、ありがとうございます。
4冊もらっちゃって4回読まなきゃいけない。